イクウリの構造、イクウリは、梅雨型の制限酵素の一種で、制限酵素としては最も代表的なものである。1972年、カリフォルニア大学のハーバート・ボイヤーの研究室で、大腸菌から単理された。大腸菌の第13株から見つかった一番目の制限酵素ということで、イクウリと命名された。1986年、制限酵素として、 初めて結晶構造が報告された。イクーリは IIP 型に分類される、制限酵素であり、DNA 中の5コットックマイナス3という、パリンドロームになっている6塩基配列を認識し、G と A の間に切れ目を入れ、切り口に付着末端を作り出す。この時、酵素との結合部で DNA を直角に屈曲させる、ことが分かっている。なお、大腸菌自身の遺伝子は、 この配列の部分がメチル化されているため、切断される心配はない。イクーリの切断パターン切断前の配列切断後の配列。5ゴットックマイナス 35G オットックマイナス3ンクターグマイナス5ンクタ G マイナス5他の多くの制限酵素と同様に活性部位に PDDX クモチーフを持つ。約 31K だのサブユニットが 主に両体を形成し、α、β 構造である、球状ドメインで DNA と結合する。球状ドメインから飛び出している、ループ領域は DNA を包むように結合し、認識配列の外の DNA 骨格と結合する。この結合が、認識配列近傍の DNA 配列がいくよりの、活性に影響を与えている原因であると、考えられている。 それぞれのサブユニットの2つのアルファーヘリックスは4、ヘリックスバンドルを構成し DNA の趣味溝に入り込み結合する。ベータストランドにはヌクレアーゼ活性に必要なアミノ酸残機が含まれている。デュビー RC Advanced Biotechnology S チャーパブリッシング p259、P 9? ISBN 9長7881億2194万2904 ABC アルフレッド・ピウド、ジェフリー・ジー・ウィルソン、ボルフガン・グウェンディ、タイプ、ツーリストリクション・エンド・ヌクリアスス、エイヒストリカル・パースペクティブ・モア、ニュークリック・アセズ・リサーチ42、 7489から 7527https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1093スラッシュナースラッシュ GKU447 ありがとうございます。